Hey guys! A well-being lion here! It's time for daily motivation! 今日のテーマは、まあこの前、現状打破記録会という、まあ現状タイムトライアルですかね、の公認1万メートルに出場してきたんですが、まあその日の夜にですね、新宿の、まあ都内の、都内というかまあ新宿って言ってしまいますけど、新宿の、まあ新宿駅のすぐ近くにある20階建てのビルの20階の、まあ、新たプロジェクト時代にお世話になった橋本部長っていう方の、まあ、お宅にお邪魔して、いろいろ話をしてみました。まあ、新たプロジェクトっていうのは、まあ、知らない人多いと思うので、簡単に説明をしておくと、まあ、当時、世界最高の市民ランナーのチームを作ろう。まあ、市民ランナーとは言ってなかったですかね。世界最高のクラブチームを作ろうと。まあ、要するに実業団でもないし、まあ、100% 市民ランナーのチームでもないし、その、まあ、中間に存在するような、実業団でもないんだけど、その、なんていうんですかね、一種プロフェッショナルな集団を作ろうと。いう、その世界最強のクラブチームを作ろうということで立ち上がったのが、アルバプロジェクトです。まあ、で、私も第1回のセレクションに合格して、まだ大学生だったんですけど、まあ、晴れてアルバプロジェクトのメンバーになって、その時の部長さんが橋本健太郎さんという方で、まあ、この方が今のあの、現状打破記録会の、まあ、運営の方にも携わっておられる方なんですね。で、まあ、橋本健太郎さんと、それから現状打破タイムトライアルの方は、河内幸喜さんと、河内良樹さんと、まあ、それからサイラス獣医さんと、まあ、このあたりの人たちと、あとはま、その立教の方たちと、が、まあ、共催という形で、されている大会です。で、河内幸喜さんも私が新たプロジェクトに入った時に、まあ、宣伝部長みたいな感じでいらっしゃった方です。で、当時河内幸喜さんも、まだ、大学生でした。で、サイラス獣医さんは、藤原新さんのトレーニングパートナーされてたので、サイラス獣医さんとも何度も一緒に走らせていただいたことがあります。で、河内良樹さんとは一番、仲が深くて、まあ、河内良樹さんとは一緒に、岐阜県の御嶽に、オラっていう宿泊施設あるんですけど、そのオラっていうところで、一緒に住み込みでアルバイトしてる時期があります。まあ、ブラックな施設なんて行かない方がいいですけど、まあ、その話は置いといて、まあ、河内良樹さんと幸喜さんは、河内幸喜さんの、弟二人です。あそこ三兄弟なんですけど、一番下が幸喜さんで、真ん中が良樹さんで、そして一番上が河内良樹さんと、まあ、そういうご家族構成になってるんですが、まあ、それは置いといて、その日に橋本健太郎さんから、まあ、こんな質問がちょっと私の方に投げかけられたんですね。田中のぞみさんマラソンどうっていうのが、まあ、ちょっと聞かれたんですよ。池上くん的に見て、田中のぞみさんどうっていうふうに聞かれたんですね。で、まあ、正直私もその田中さんのことを全然知らないんですけど、まあ、マラソンで活躍したければ、大前提として、やっぱり短い距離で活躍してるってことが必要になります。だから、まあ、1万メートルで言ったら、やっぱり、ま、31分台は、ま、欲しいかなというところですよね。まあ、別に32分台で活躍してる選手もいるんだけど、まあ、望ましくは31分台が欲しいかなというようなところにはなります。まあ、そういう点で田中さんはもうすでに、短い距離に関してはクリアしてると思っていいと思います。まあ、800、1500も速いし、1万メートルあれだけ走れたら、当然5000メートルも走れるだろうし、で、1万メートルもま、ちょっとやっただけなんで、多分ポテンシャルはもうちょっと上のところにあるんですよね。でも、マラソンで必要なのは、まあ、短い距離早く走るっていうのも大切なんですけど、それっていうのは、まあ、一つの条件に過ぎなくて、マラソンで耐性できるか耐性できないかの一番の大きな差っていうのは、競技に没頭できるかどうかなんですよ。やっぱり、競技に没頭して、集中できる選手っていうのが強くなります。これは、長距離走全般において言えることなんですけど、マラソンは特に、その中でも、もう、人生の全てをかけて、マラソンにこう没頭できる人っていうのが強くなります。その集中力とか、まあその、他のものを切り捨てられるだけのその力っていうのがある人が、やっぱり強くなっていきます。だから、この前も、ちょっとたまたま前田穂波さんのそのドキュメントを見てたんですよね。ブログで書いた土門博士という男がいるってブログ書かせていただいたんですけど、その土門博士さんが、まあ、セブスポーツの社長のこのネックレス作ってる社長さんですけど、土門さんが、前田穂波さんはやばいよねって、なんか、ちょっとやばいみたいなことをおっしゃってたんですよ。で、まあ、でも何がやばいのかなと思って、まあ、ちょっとドキュメンタリーを見てみたんですよ。そしたら、まあ、確かにやばかったです。いい意味で言っちゃってますね。インタビュアーと話をしてるんですけど、全然インタビュアーと話が噛み合ってないんですよ。その、見た目上の会話は噛み合ってるんですけど、なんかもう明らかに前田穂波さんは、あっちの世界に行っちゃってるんですね。まあ、そういうの変性意識状態って言うんですけど、もう完全にその心がそのインタビュアーと繋がってなくて、もう完全にまあ変性式状態に入ってしまって、まあ自分の世界というかマラソンの世界にもう常に入ってしまってるんですよね。だから前田穂波さんなんかもすごいそうやって他のことは切り捨てて、まあ競技に集中できる方なんだというふうに思います。まあ男子女子、それは関係なく、やっぱりその競技に対してこう没頭できる、そこにこう全てをかけて、まあ集中できるような人たちっていうのがやっぱり強くなっていきます。
まあその反動として、やっぱアスリートのセカンドキャリアっていうのはずっと問題になってきていて、まあそのセカンドキャリアの闇とかっていうのも盛んに言われてます。ですが、あえて言わせてもらうと、セカンドキャリアのことなんか考えてるから、セカンドキャリアを歩む羽目になってしまうんですね。現役選手のくせに、セカンドキャリアのことなんて考える必要はないし、まあ、それにその、現役でマラソンやってる選手っていうのは、社交性に欠けるとか、社会人としてちょっとおかしいとかあるとか、まあ、そんなんは普通なんですよ。むしろ、そういう選手の方が、やっぱりこう、たくましいんですね。で、まあその、社会人としてどうかとかっていう人もいるかもしれないですけど、マラソンに没頭してる人間は、その悪いことする暇ないんで、別にその悪いことしてる暇もないんだから、それ他人からとやかく言われるようなことでもないし、で、もちろんコミュニケーション能力には欠けるだろうし、あとはその社会人として身につけるべきいろんなスキルっていうのは、まあ欠落していくとは思います。まあそれやってないんだからしょうがないですよね。普通のその会社で働いてる人がマラソン早く走れないっていうのと一緒で、マラソンランナーはマラソン以外のことできないっていうのは普通だし、それでいいんですよ。だけど、それを社会人としてとか、セカンドキャリアがどうとかって言って、そんなこと考えてる選手が、まあやっぱり、セカンドキャリアを歩む羽目になってしまいます。まあっていうようなことを橋本さんに言ったら、新たと同じこと言ってるねっていうのを、まあ、言われて、新たっていうのは藤原新さんのことなんですけど、まあ藤原さんも、まあ実業団辞めて、プロに転向するという、まあ思い切った決断をされたんですけど、まあその藤原さんがおっしゃってたのは、まあ故障したらどうしようとか、うまくいかなかったらどうしようとか、そんなこと考えてるからうまくいかないんだって。やるって決めた以上は、もう自分が成功するっていうイメージを持って、そっちに向かって努力していかないと結果なんて出せないし、だからそのセカンドキャリアがどうとか、故障したらどうしようとか考えてるやつに限って、さっさとセカンドキャリアを歩む羽目になるみたいなことを、まあ藤原さんもおっしゃってたらしいんですよね。で、私が言いたいのは、この動画をご覧になっているほとんどの方が、他に仕事を持っている、まあ、市民ランナーの方だと思います。まあ私も正直最近ちょっと、競技者としてね、目標を持ってるっていう、そういう気持ちに変わりはないんですけど、まあその、なんていうんですかね、ある意味その会社を経営しているという意味では、ちょっと市民ランナー的な感じにはなってきてますけど、だけど、そういうことを言いたいわけじゃないですよ。そのお仕事を捨ててマラソンに集中しなさいとか、そういうことが言いたいわけではなくて、私がここで言いたいのは、セカンドキャリアなんか、ことなんか考えてる選手がセカンドキャリアを歩む羽目になってしまうっていうことなんですよ。人間っていうのは、どこに向かって集中するのか、どこにフォーカスするのかで、それが意識しているのか意識してないのかに関わらず、行き先決まってしまうんですよ。だから私がよくセミナーでやるんですけど、まあ目をつぶって、一回目をつぶってください。この場で目をつぶってください。で、目を開けてください。で、この部屋でできるだけ多くの青を探してください。青を見つける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 。で、青を見つけましたか？できるだけ多くの青を見つけましたか？じゃあ目をつぶってください。目をつぶったまま、目開けないでくださいね。目開けたままで、この部屋にある赤いものを思い出してくださいって言うんですよ。そしたら、ほとんどの人が赤いものを思い出せないです。なんでかって言ったら青いものを見てるから。じゃあこの目を開けてください。じゃあ目を開けて、改めて赤いものをすべて見てください。赤を見つけ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 てください。そうすると、目をつぶってた時には全く思い浮かばなかったんだけど、たくさんの赤がその部屋の中にあることに気づくんですね。それと同じなんです。人間っていうのはどこに意識を向けるのかっていうことがものすごく重要なんです。だから失敗ばっかり見てる人っていうのは、やっぱり失敗の多い人生になってしまいます。なんでかって言ったら、それは失敗を見つけてるからです。自分で失敗を見つけてるから、で、失敗からは何が生まれるかって言ったら失敗が生まれます。失敗から成功が生まれるっていうのも事実なんですけど、それは失敗を元にして、次はこういう風にしようっていうアプローチを変えて、成功を見るから、やり方変わるんですね。言ってることわかりますよね。失敗から成功は生まれます。ただしそれは失敗を元にしてアプローチを変えて次の成功に向けて歩み始めるから成功するんですよ。だから失敗しててその失敗だけを見続けてたら次も絶対失敗します。だから人間の認識っていうのはそういう風になっていて、自分が失敗を思い描くのか、それとも成功の方を思い描くのか。まあじゃあ何をもって失敗とか成功って言うんですかって言われたら、もうそれは最終的にあなたがやりたいかどうかっていうところを一つの判断基準にするしかないですよね。例えば、じゃあマラソンで2時間10分切ったら成功なんですか？それはちょっと微妙ですよね。まあその一流選手としては認められるかもしれないけど、さらにそれよりも速い人っていうのはいっぱいいるわけで。あるいはそのマラソン3時間切りみたいなところもそうですよね。確かにそのトータルで見たら 3% しかいないかもしれないけれど、
だけどそれを成功と言えるかどうかっていうのは、もうそれはあなたの価値観次第ですよね。いや、サブ3じゃ満足できないっていう人は、さらにタイムを伸ばしたいと思うだろうし、いや、自分はもうこれで満足なんだっていう人は、もうそれで成功ってことになるだろうし、まあその基準っていうのは自分で決めていくしかないんだけど、だけどいずれにしても、その自分がどこを見ていくのかっていうことで、まあランニングだけじゃなくて人生っていうのも決まっていきます。だから私たちっていうのは一つ覚えておかないといけないのは、私たちは過去の失敗からできているわけではないんですよ。過去の失敗からできているわけじゃなくて、今自分がどういうビジョンを持っていて、そのビジョンに向かって今この瞬間自分が何をやるのかっていうところで決まっていくので、だからまあ人生っていいことも悪いこともあると思うんですけど、その過去にあったいいこと悪いこと、その辺っていうのはあまり関係ないんですよね。そうじゃなくて、未来に自分がどういうことをやりたいのかっていうところに集中して、で、そこからこう逆算していくと、まあ今この瞬間何をやるのかみたいなことがこう決まってくると思います。ですから私が今この動画を撮ってるのも、まあ1万人のランナーさんの目標達成をサポートするっていう目標があるから今この動画を撮ってるわけで、まあそういうふうにして、未来の成功、要するに未来のビジョンっていうのを見て、そこから逆算して、じゃあ今この瞬間自分が何をやるのか、じゃあもうそれに集中できる。それに集中してしまう。そういう人が、まあ、結果を残していきます。これはフルタイムランナーだろうが、パートタイムランナーだろうが関係ありません。パートタイムで走ってる人も、その人生の仕事とか家族とかそういうの全て切り捨てなさいって言ってるわけじゃなくて、その自分が進みたい方向に向かって、こう集中していくと。いうことで、同じようにトレーニングしてても結果っていうのはまた変わってくるので、そんなこともまた心に、置いて、練習してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。